ゴンじゃ。ドラゴン？あれは彗星かと思います。騙されたらしき。だが近くで見るまでわからねえだろう。この国にしかいなかったらわからねえことは山ほどある。たくさんの国へ行き、たくさんの人と会え、そして友達をたくさん作りなさい。友達？この世で一番大切なものじゃ。どんな時でもお前を支えてくれる。お前のために涙を流せる友達がいたら一生大切にしなさい。マイケルのことか。僕涙は出ませんよ。機械に心はありませんから。誰にでもあるものじゃよ、心。今日の動画のアップロード完了っと。ねえねえレベッカ、次はどこ行く？あの星一つが丸ごとテーマパークなんだ。でもガイドに寂れたテーマパークってある。100年客が来てないらしいって。逆に誰も動画に撮ってないってことよ。ここでなら動画再生数アップを狙えるわ。ついでに目いっぱい楽しみましょうね、ハッピー。になってくれ。俺と友達に。なんだ！それでシキはなんでいきなり友達になってって言い出したの？死んだじいちゃんが友達いっぱい作れって言ってたからさ。だからっていきなりすぎてびっくりしたわ。知らない奴に会うの俺初めてなんだ。ここのみんなとは全員友達だからさ。酒場のミトラ、仕立て屋のジョン、そしてこいつがマイケル。よろしく、レベッカさん、ハッピーさん。お前らはどこから来たんだ？ブルーガーデンって言っても
からないよね。俺も行ってみてえな、他の国。この島出たことないの？俺ここでみんなの修理してるから、もし俺が出て行ったら機械直せる人いなくなっちゃうからな。ちょっと全力で寝る。急に寝る系？急に寝る系なの？変なの？なんでこんなところに人間が一人でいるんだろうって顔だね。四季は特別なんだ。10年前に魔王様が連れてきて孫のように可愛がってた人間の子。魔王？そういう配役の一番偉い機械だったんだ。もう壊れちゃったけど。そっか。さあさあ、もう遅いし、今夜は2階に泊まっておいき。その前に、こいつの髪切っていいですか？気になって気になって。僕たち人間のセンスわからないし、いいよ。じゃあ、城主様、あの娘は？分かっておる。時は来たということじゃ。俺の髪がなくなった！マイケル、大変だ！って誰もいねえ！あれ？みんなどこ行ったんだ？広場の方がうるさいな。行ってみるか。朝から大勢集まってんな。なんかあったのか？おい、何の騒ぎだよ。レベッカ！シキ！目が覚めたら縛られてたんだけど、私何かしたかな？上司様！そいつは俺の友達だ！他の国から来たんだ。悪い奴らじゃねえ。我々は100年この時を待っていた。外へ行くための船を持つ者に、この人間は消す。外の世界へ行くために。何言ってるかわからねえけど、ほどいてやってくれよ。みんなも上司様に何とか言ってくれよ。我々を見下す。道具としか思ってない。平気で壊す。僕は道具じゃない。ウイルスで我々には自我が芽生えた。人間の道具ではないという自我が。我々は人間どもに復讐する。この世界は機械が支配するのだ。人間は全て敵。敵じゃ！なんで、みんな、友達だろ？やめなさいよ！こんなの、おまけじゃない！四季は、この国の人みんな友達だって、友達なんて言ってたのよ！友達って、機械とか人間とかじゃないでしょ！もう友達じゃねえんだな。お前は人間、我々は機械、共にはなれぬ。行くぞ！はい、ストーリア！はい、くらえ！はい、やった！
魔王より受け継ぎしその力見せてもらおうか。じいちゃんが言ってたんだ、お前のために涙を流せる友達がいたら一生大切にしなさい。そしてその涙のために戦え。おらんよ人間。俺は好きだ。四季のあの力、韓国時代の力、エーテルギアだ。惹かれる人がこんなところにいたなんて。他の国に行く船じゃないのか。船だけど、外を見て。え、ここは桜コスモス。これは宇宙をかける船。宇宙って概念は知ってる？それくらい知ってるぞ。あれだろ、ほら、星がいっぱい浮いてて。四季は無事宇宙へ行ったか。うまくいってよかった。機械の我々は止まってしまう。こんな星に人間がいてはいかん。魔王様に四季を宇宙に出してくれと頼まれていたしね。こうでもしねえと出ていかねえからな。全員直してやるってさ。みんな良い演技であった。魔王様、約束は果たしました。でもこんなに悲しい気持ちになるなら、こんなに寂しい気持ちになるなら、心なんていらなかったのに。友達だった。
最後はおかしくなっちまったけど、みんな友達だった。ありがとな、みんながいたから寂しくなかった。私の名前はシャオメイ。何者かはいずれわかるでしょう。この物語の語り部とでも思ってください。重力のエーテルギアを持つ少年が故郷を旅立ちました。彼にはこれからどんな運命が待ち受けているのでしょう。後に大宇宙に名を残す男、シキ・グランベルの冒険の始まりです。